皆さんこんにちは、鈴木孝雄です。今回はダブルスのペアをちょっと変えて、僕と伊藤選手組んで、はい、本田プロと増田プロでやっていきたいと思います。はい、さあさあ、フォアが決まったらびっくりですけども、ボレーが決まるのはいつも通りです。はい、日本最大のテニスチャンネルを僕たちと一緒に作りませんか。ルールは前回と一緒で、4ゲーム選手で3オールになった場合はタイブレークということで、はい、7ポイントのタイブレークです、はい、よろしいですか。はい、あの前回ね10ポイントだと思い込んで、10ポイントだと思い込んで、違いますよ、7ポイントです。この2人ちょっと怖いですよね。ちょっと怖いのはこっちの方ね、こっちの方のあのドラゴンショットは気をつけてください、うん、まあ、とりあえずリターン返しましょう。そう、まあ、そこからしか始まらないんで、一本一本、そうですね、返、うん、しましょう。じゃあということで、はい、やっていきましょう。はい、よろしくお願いします。チャンネル登録よろしくね。世界レベルでサーブがあのサーブで押せる2人、ちょっと後ろ下がろうよこれ後ろ下がって、うん、チャンス来るかな。ストロークでいなしていこうよ。いなせる、いなしましょう。リターンは全部ストレートで、うん、あ、もうそれから始めましょう。クロスはもうノーケア、もう無理、ノーケア。もう最初ストレートいきます。わかりました。でファーストは緩くて入れてボレー勝負。はい、うん、もうそれでワンチャン。意気込みはもう、まあ、何度かね、はい、現役中にチャレンジャーでも京都で準優勝したりして、そうだね、あったね。その時はもうすごい、そう、もう教えてもらったりしたんで、もうその時と同じような感じで、同じような感じであのドラゴンショットが僕に当たらないように気をつけます確かにちょっとお尻、はい、お尻要注意でまあでもね、なかなかあのこう狙ってくるところがあるから、ちょっとね考えながら、焦らずいきましょう。焦らず、はい、いきましょう。 OK、 頑張ります。アップダウン、アップ、ほっダウン、はい、最近当たるんだ打ちたいとこ言って、じゃあ外で、はい、伊藤選手からいきます。なんか下がってきてる、下がる、ツーバックかクレーじゃないか、下がるわお願いします。セカンドは、うい、後ろか前か、入ったね今ね、後ろは入ったよね、後ろ入ってたら入ったね、ナイスショット。渾身のチャンスボールでしょ、渾身のリターンが俺も絶妙にいったつもりだったのに、こっちあれチャンスボールなんで、いやあれ返されちゃったねきついで、まあ、しょうがない、5年に1回くらいどっち行きます、 こっち、はい、ミッチーどうする、はい、ミッチーどうする、そっか、こっちだ、おっ、よいしょ、早い、あああ、ああ、おい、チャンスある、チャンスある、狙った、チャンスある、狙った、やっぱ構えさせちゃダメだね、構えさせちゃダメだよね、すごいな、ストロークは徹夜もっとボディ、OK、はい、あーよ、おい、あるぞ、あるぞ、あるよ、あるよ、あるぞ、まずここはプレッシャーや、ツーバックでちょっとあれやね、そう、ちょっとなんか慣れんね、これね、うん、慣れないわ、ちょっともう一回カバーです、 OK、 惜しい、あ、さ、浮くってああいうことね、浮くのね今のちょっとワンテンポだけ、もうちょい待たないとダメだね、まだ早い、ね、ちょっと一我慢する、ワンクッション、オッケー、ここ前から外行きます、はい、うわっよいしょ、届いたけど今あれもうちょっと1メーターずらされたら間に合わない、ナイスショット、ナイスショット、チェンジコート、チェンジサイド、ちょっとファーストボールやるね、いつの間にか、ちょっと動くの早かったかな、あー、セカンドサーブも素晴らしい、ちょっとダブルスも徐々にいけるかな、うん、練習の成果ですね、練習の成果、練習の成果ですね、やっぱり
展開でしたが、はい、15-30 にはなりましたが、うん、でもそこでちゃんとファーストサーブを、ね、ファーストがやっぱり入るとリズムがつかめるんですごい良かったです。あと僕の奇跡的なボレーが何回か入ったのがちょっと2回のスピード重視はやめましょう。はい、確率 OK、 ゆるく、うん、センターにゆるく、 OK、 2ゲーム目、ああ、ふい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 、よし、いいよ、これでいい、これでいい、これでいいね。オーライ。なんかみんな現役の頃より絶対ボレーうまくなってる、ね、それは絶対なんだよ、ね、違う違う、今日に向けて練習したの。もう一回センターかな、うん、ああ、うん、ああ、はい、あれあれ、すごい。てか高野のことよく知ってるよね。そう一番打っちゃいけないところです。はい、そうです。フォアが決まったらびっくりですけども、ボレーが決まるのはいつも通りです。はい、ワイド、オッケー、スピンで、オーライ、よし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 、これもいつも通り、いつも通り、そこ打っちゃいけなかった。そうだな、あれ角度つけちゃうと角度で返ってくるから。そうね、しかもちょっとスライス使い悪だね。そうね、真ん中、okay、センターか、okay、ここ勝負やな。跳ねさせられたらきちっと、ね、あ、これがこの感覚がすごい。でもあれね、ずっとやってると出られるの、ああのポーチ出られる。あ、そうなんです。で動かされた瞬間にこっちで迷って外で出しちゃう、うん、危ねえ危ねえ、いやめっちゃ狙ってたね。これパワー勝負できます。 OK、 真ん中、バルラック、ちょっと動いたけど、バルラック、ナイストライ、よし、巻いた、ナイスサーブ、 OK、 ビッグサーブ変えてきたな、ナイスサーブ、パワーで勝った、きた、マノールです。まだ1回もブレイクないね。1回もない。ちょっとね、基本体から外行きます。オイス、危なかったけどギリ、ナイスナイスナイス、ここの目つぶって打ちます。はい、オッケー、またツーバック、はい、ワンオール、クレーに見立ててるから、うん、よしよしよし、はい、いけるいける、ねじ込む、やっぱリターナーな、ねじ込まないといいね、今のこのコートで一押しが、よし、あれバックで通ってほしいんだよな、サリサリサリ、からできます、これ、うん、うん、よっ、ああ、ああ、OKOKOK、 惜しい、いや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 、間に合わせたかったな、ワイドにね。ケンちゃん、ダブルスでこうやってやるときさ、味方の方見てる？味方の方見てない。見てない、うん、はっきり言ってくれるからね、言うってたまに大事です、声がけね。うん、ああ、安心だね。振り遅れさせといて、辰馬のとこ完璧です、センター、あ、そんなことない、そんなことない、若干見てる、ちょっとこう、まあ見ますよね、あのやっぱ打ってたボールに対して来るボールだから、うん、うん、なんだ前すぎ、うん、うん、あった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 、惜しい、そんなに前に行ってないから、手食ったけど惜しい、そうだね、あんま来てないのよ、来てないか、あれね、多分前出てるに見えるのよ、あ、そうだ、僕は前詰めない、誘われた誘われた、うん、うん、ナップ、うん、あ、ずれた、ボルト、すいません、まあでもこれ、
全然ゲームだから余裕はあるね。セーター、はい、ここしょ、ここ一本取ってデュースに持ち込んでプレッシャーかける。あ、下がる。よし、常にステイバック。よし、うん、惜しい。ナイス、読んでた。まあまあ、いや、いや得意なところの当たりが良かった。まあシングルやったから、うん、慣れてきてる感ないですか、ボールに少し。ある、それはある。でカーペットってどうしてもボールがちょっとペコく感じません、うん、パーンっていうより、うん、ペッチャーって感じるから、うん、意外とへくっちゃうと芯食わないと飛んでいかないですよね、うん、そうなんだよね。ここやな、一歩目。ここね、ここよ、うん、ここ。ワイド気をつけて。このワイドちょっと低めに来るワイドあるからね。なんかね、低いけどタイミングが合わない。だからもうストレートでもいいから。あ、うん、無理にクロス打たなくていい。まだ1回もね、ブレイクないですからね。先ほどの第1戦目から。ちょっと立った時のもうフィーリングで打つから、それ見てもうまだ動いてくれたら。はい、T モバイルで。Y モバイルでいきます。おい、カモン、いいね、ナイスサーブ。はい、威力あるね。じゃあさっきからサーブ良くなってきてる。当たってないし。池田さん早いっすよ、結構。いいよ、いいよ、めっちゃ頑張ってるよ。決して遅いっていう意味じゃないんだけど、ね、あの感触が良さそう。おお、またワイドじゃない。現役がサーブ返せねえぞ。ワイドと見せかけてのボディでしょ、これ。返せない。ケンちゃん、いいよ。よし、よし、一歩満開。まず一歩。立ってるだけでいいよ、俺。なあなあ、サリ。よし、よし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 。スケープ誘ってんだけどな。ツオル、さあここ行きますか。ここはちょっとどうかな、後ろ行きますか。もっとあと3メートルぐらい後ろあればがあればいいんだけどね。まあでもチャンス来るよ。どっち行きます。じゃあセンターから。 OK、 1本目ね、1本目。よし、ファースト。これギャンブル来るからね、1回絶対。ナイスさん。なんかとても強いなんか武器持ったみたい。じゃあ外行きます。はい、チャンス来るよって言ってたんだけど全く来ない。全然来なかった。いかんいかん。深い。深っ。これ打たせたかった。今セカンドでマイクの忘れてた。だから逆に使えたし、こっちしまった。巻いたらこっち使えなかった。そっか。結果オーライか。うん、ね。あれちょっと昔だったらね、慌てちゃってたよね。ここら辺だ。ナイスプレー、ナイスプレー。マイポン。じゃあマイポン。うん。わかんねえフォームで。ありがとうございます。ナイスこれ。シャーナイスナイスセカンドであそこかい。こっちかと思ったんだけどボールこっち行ってた。なんかスプリットステップ踏む前にもうなんかボール行っちゃってたね。いやエース行こう、エース行こう。どっちか、どっちか。じゃあ T で OK。 はい、ファイト。おい。まあここはいいです。まあそうですね。まあここはもうちょっと捨てゲームなんでここは大丈夫です。やばい。ちょっとアンサビか。相当やばい。まあ大丈夫です。ダブルスはサービスキープが前提ですから。そうそう。ということはこれだね。もう無難にもう角度ないところから攻める。センターセオリー。OK。
いつも通り、伊藤選手いつも通りです。はい、いつも通りです。ここ勝負勝負。1ポイント目ね。リターン。そう。1ポイント目。1ポイント目。10サイド。マイサイド。うん。強気で、強気でいこう。クリーンヒットで。クリーンヒット、クリーンヒットで。よし。スリーツー。ゆうゆう、あっ、ソーリーだな。はい、ソーリー、いいよ、いいよ。綺麗に当たるの難しいね、リターンで。回転量もいろいろ変えられてるし、すげえミックスされてる。体全体使っていかないと。まあ、ボディかな。ちょっとフォア気味にいきます。あれ、よし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 、うまい。でもやりたいことはすげえ分かった。あれは増田さんの性格を読んでますから。丁寧に前に来るっての分かってますから。ケンタロウ絶対悔しい。性格を読まないとダメよ、プレーじゃなくて。よし、10サイド、いっぱい行こういっぱい行こう。後ろにいるね。はいはい、足がさ、足が浮いてくるね。ワイド、ワイド行くか。はい、引っ掛け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 、変えられてる変えられてる変えられてる。スピードはそんな出なくていい。若干スピン、センター、赤、ユーサイド、よし、やっぱりか、カモン。あーい、引っ張ったよ、引っ張ったよ、引っ張ったよ。取れるだろう今、ソリ。続けて、意外とアドサイド楽しいね。そう、アドサイド、それはそれでね、センター、よし、レッツセンター。多分もう一回来るな。やめた、 OK。 うわあ、また来たぞ。でかいでかいでかい。今のコースチェンジ、ナイスコースチェンジ。もうこうなったら、あのワイドのパワーで、やばい、乗らしてる小野田さん。小野田プロ、いいミックスの仕方してますね。セカンドサーブにもなってないし。さあ、ここここ我慢強く、うわぁ、うわぁ、うざい、あの人うざい。待て、ボクサイド1点も取ってない。ジャパニーズパイスだね。ここ一本ね、ステパネックでいかないと。ステパネックフォアサイド、うわぁ、いや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 、大丈夫大丈夫。もう張ってるのと全部違うとこ入ってるもんね。逆逆だね。はい、フォーメーション行こう。 OK。 で、ケンちゃんも右に動いて。そういうことね。ちょっと後ろ下がります。うん、レッド、完全逆だった今。ボディっぽかったからな。さっきはセンターで逆行ったでしょ。ボディだな。自分どっち動く？ペンちゃん右で。うわ、よし、よし、来た来た。またタイブレイク。来た来たよ。来た。またタイブレイクですよ。ちょっと熱いなこれ。ねえ、これ最初からタイブレイクやればよかったもんね。そういうのとは違う。ゲームでやるから面白い。さあ勢いだ。よし、ここは一発目だな。ワイド系やっぱ多いんで、どうしても、うん、そうね、まっすぐ行きます。よし、外、スリーオールタイブレイクです。はい、あらららあ、やった、もったいない。く
やー、すいません、タツマン申し訳ない。いやー、何しよう。来たよ。来たね。最後ハイボレーを返した。ちょっと張られましたね。ここはちょっと固く行きましょう。オーライ。直感で行かせてくれる？え？もうその時の直感で。あ、オッケー。何？そんな作戦あんのか。そんな作戦あんの。そんな作戦あんのか。よし。ああ。なな。おお。チャリ。今分かった。ファーストをフォルトしてセカンドでスイッチだ。絶対そう、絶対そう。だから笑ったんや。絶対そう。そういうことや。最後聞きましょうね。最後聞きましょうね。絶対そう。それ健太郎さんだから、だからそんなのあったんだって言ったんだ。ナイス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 。カバ遅かった。いいよ健ちゃん。直感で。はい、行こう。ワンオール。さあこれどっちだ。行くよ。えっ、また逆かよ。まあ来た方に動いた方がいい、ね。うん、ああネットイン、ソリ。うわ、ネットインかー。ナイスだな。ソリ、まだ。どっち行く？じゃあ外で。はい。よし、ここじゃ一本行きましょう。これ大事な時に来るんだよね。よし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 、なんだ今の。返せばいい、返せばいい。もう今耐えて耐えて耐えて3回ぐらい耐えてから、かなり耐えてたね今。やべ、ランジが。やっぱこのコート遅いボールのが難しいな。難しい、ね、時間が。さっきのボレーもやっぱロブが遅いとか、こういうチップのボールが遅い方が難しい。細かさが、うん。あ、あれ、来た来た来た来ました。タイル切れてきた。来ました。やべ、ダメダメ、そっち、ね、はい、きなこ棒が大好きな俺のきなこ棒。よし、一本だね。セブンだからな、ここで挽回しとかないと。リード先されるのは困るからな。アイフォーメーション行きましょうか。行こうか。センターのけんちゃん、うん、左で。オッケー。お、ワンモアイ。うん、ああ。ノッ。ナイスロブ。ナイスロブ。ナイスロブ。ロブやらしいわ。スイッチです。あ、そっか。あ、真ん中に沈んだのが良かった。今の落ち着いた。よかった。あ、2、4? 3ホールです。あれ?3、3です。忘れてません。いっぱいか。はい、ば。はい。なんだ、口車に乗せられちゃダメですよ、皆さん。センターが。だんだん足がおかしくなってきた。この人たちとやると。よし、ナイス詰め。ああ、もう今分かってた。足浮いてる。ありがとう。タツマ、打つ場所だけサインください。下がる、こっち。はい、フォースリー。はい、うん、ああ、うん、ああ、うん、ああ、間に合う。いや、丁寧にボレ。足がついてが、なんか余裕持って打たれてるもんね、前で。ここで、向かわいと、これね。うん、うん、ああ、違う。うん、ゆゆゆ。よし。
ちょっと上げるとこ間違えてる俺。スーパー現役選手だからそんな。よし、6、3、2つお願いします。 OK、 いきます。あ、逆、ナイス、完全逆。もうここに来て、ここに来て、ナイスサーブ。なんかサーブのコースも散らばしてきてるもんな。現役の時あんな散らばさなかったか。食い込んでる。気持ちはわかるけどね。ナイスミッチ。前。あとはもうお願いします。オッケー。あの完全に。そうだね。多分打ってくると思うんで。フェンスの向こう側まで行っちゃってくれて。オーライ。やたら後ろで打ってる。まあでもね、あのファーストボレーが嫌だね。オッケー、どうぞ行きましょう。T。オッケー、はいよ。よっ、入ってるよ。いやー。スマッシュ、スマッシュ。イエーイ、勝利。いやもう最後の。ありがとうございました。ありがとうございました。ボディ見事でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃ。はい、ただいまの結果、4-3 の7-5で、はい、高尾プロチームの勝利ということです。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。どうでしたか。いや、あの一つ聞きたいんだけど、はい、作戦さ、あんなことすんのって一回言ったじゃないですか。あれファーストフォールとしてセカンドチェンジじゃないの。まあ、そういうことっす、ね、そうでした。両方ともスイッチでした。あの、いや、違う違う。だってなんかびっくりしたじゃないですか、オーナープロ。そんな作戦あんのって。あれは、うん、あ、違う。じゃあどこサーブ打つのって言って、うん、はい、なかなか答えないんですよ、うん、気分でみたいな。気分でえみたいな。もう打つ瞬間で決めるみたいな、うんうん、じゃあ俺どっち動けばいいの、うん、みたいな。そのサーブ見て決めて。そうそう、そうなの。僕はね、てっきりわざとファーストフォルトして、うん、セカンドでスイッチだと思った。急に出たから。だから俺は。そう。それがミッチにとってはもうびっくりする。そう、びっくりする。そうそうそう。そんなん聞いたことないよって。ファースト入んなくて、今日助けなきゃと思って、うん、こうやって構えた時に出るしかないと思ったら、やっぱ遠いとこ来て、うん、ここに当たった。そうそう。いや、出たの分かったからちょっと遠くにしたんだけど、もうてっきりその時ね、うん、もうケンタロウさんがそこまで考えた。でも常にそうですよね。そうそう、常にちょっと。どこですかっつってこうやってやっても、うん、なかなか答えないから、ちょっといいって言って来て、それで、うん、気分でやっぱあるんですよ。そんな作戦あんのと思う。なぜかというと、ほら、ちゃんとそこに行くか、今あんまり自信ないから。わかります、それはね。だったら、その時行けると思ったところにしっかり行った方がいいかな、うん、センターって言っててね、ちょっとボディに入ったりするとね、そう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 、困りますからね、そうなんです。いや、楽しかったです。いや、本当にありがとうございました、ね、でもダブルスってやっぱりね、さっきシングルスめっちゃ面白いって言ったけど、はいはいはい、この出してるパワーが実際こう4分の1じゃないんだよね。違いますね、うん、来ない時もめちゃくちゃ構えてるし、そう、でも足がなかなかいかないですよね。最後9球がシングルに比べて全力で、ね、で逆に緩いボールが落とされるとなんか時間がありすぎてもう膝曲げれないもん。いやーみたいな。しかもね、緩いボール遅いボールがいくとその分こっちも考えさせられる、なんていうの、考えさせられるのと、うん、あとこう動きがちゃんとしてるから打つとこがなくなるんですよね。そう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 、ポジションをちゃんとされてるから、うん、狙おうと思ったところを潰されてるから、うん、結局なんか外側とかなんかロブに行きたくなっちゃって、なんかしょうもないことやった。そう、しょうもないこと。考えすぎちゃう。ミスはね、あのミスというよりも誘われてるんだよ、ね、誘われてる。そう、考えさせられて考えさせられてだって、それ分かるな。結局手元狂ってるっていう、はい、まあ、そういう駆け引きができるなって、ね、ダブルスはそこがね。どうでしたか。ね、僕自身すごいダブルス今あの ATP 0点なんですけど、やってない、平等、出てないかみんな一緒なんですけど、そうですね、みんな一緒のランキングということで。でもやっぱりダブルスはすごい楽しいですね、うん、特にやっぱりこうやってもう現役も一緒に共にした高尾さんとコーチしてくれた健太郎さんも多分もう2人とも相当僕のこと分かってるんで、ね、サーブのコースだとかそういう駆け引きがすごい分かってるんで、その中で僕も逆ついたりとかっていうので、すごい面白いです。もう見事にやられたもんね。そうですね。あれそっちだった、出すなって。いろいろ違うことを習得してるんですよ、もうそろそろ。大したもんでした。はい。と、はい、いうことでゲストシリーズこれで終了になります。はい、マスタープロちょっと感想を1日、はい、
お付き合いいただきましたんで、本当にあのまず出させてもらうことをすごくこう熱望していたというか、もう待望の日を迎えられたなというところで、まあ、普段やってることをこうたくさんの人に伝えられる楽しさっていうのを本当感じさせて、はい、いや今日本当にいいレッスンでしたよね、はい、本当にもう本当にありがとうございます。素晴らしかったです。楽しかったです。勉強になりました。対決シリーズのために費やした時間がどれだけだったか久々に脈拍をこう180超えて頑張って、ね、結果これかいみたいな。まあこれからもちょっとまたあの来てくださいね。はい、あの体鍛えて今度は200超えていきます。はい、鍛錬が足りなかったと。ありがとうございました。はい、辰野プロ。僕自身もあの初めてあの参加させてもらったんですけど、YouTube ではもう毎回あの全部見て、ありがとうございます。楽しく見させていただきました。さてにっていうのがこれじゃねえから。これあんだけやってても何回か出だし忘れる。そうですね。今日おじさんちょっと4人でしたけど、キワちゃんはどうですか。おじさんじゃないから、ね。まあ30代。一回り違うから。あ、そうか。一回り。いやでも特にもうすごい関わりのあるあの皆さんと一緒にできて、すごい楽しかったですし。またぜひよろしくお願いしたいです。まだ現役バリバリですから、皆さん、ちょっと応援の方をよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。チームスタテニのメンバーになりませんか？僕たちの特別レッスンを配信中です。僕らの経験と知識が詰まったワンランク上のレッスンをお届けしています。まずは無料トライアルでぜひ体験してみてください。一緒にテニスをしましょう。